なあ、俺がさ、空飛ぶ船を見たって言ったら、お前信じてくれる先輩、冗談きついっすよ。空飛ぶ船なんてあるわけないじゃないですか。俺はこの目で見たんだよ。空飛ぶ船を。はぁ、あ、もうついていけないや。もう今日こそ言おう。先輩、船は海とか川を渡るんですよ。なんで空を飛ば…見た ミトスニーハオ動画をご覧の皆さん、こんにちはオタファですご覧くださいみんな、ついに今日来ましたよ今日紹介するおもちは、これだスペースディレイター、豪華版、天性戦撃王です しゃ来た今日はこの豪華版、天性戦撃王をじっくりレビューします。まあ、これどういったロボットなのかというと、このタイトルのスペースディレイター。まあ、日本語で巨人戦撃隊2ですね。それの3号ロボになります。メーカーはオールデイ。パッケージの背面はこのようになっています。天性戦撃王はこの船の形をした宇宙船。これが変形して天性戦撃王になります。 この3体の戦撃王、どんな風になっているかっていうと、まず1号ロボの太陽戦撃王。これが、2号ロボの星級戦撃王と合体することによって、5体合体、銀河遊撃王になります。そしてさらに、今回の天生戦撃王と6体合体することによって、宇宙衝撃王。これになります。この天生戦撃王に乗り込むのは、このキャラクターですね。戦隊でいうところの追加戦士なんですよ。トレードカラーが、オレンジにゴールド、そしてブラックです。 なのでこの転生戦撃用はところどころにトレードカラーのオレンジやゴールドがアクセントカラーにあります。さあ、というわけで開けていきます。せーの。3、2、1、GO この箱にぎっしりパーツが入っている感じがたまらないです。さあ、それでは箱から出します。全部で6つのパーツが入っています。じっくりパーツを見ていきながら、 宇宙船に変形させます。まずは、やっぱり何と言ってもこれですかね。これは竜の頭部のパーツになっています。今までの戦撃用にもクリアパーツが多用されていたんですけど、今回の天性戦撃用もクリアパーツが各部にあります。この目の部分もクリアパーツです。この竜の口は動きません。この角は軟質パーツにゴールドの塗装が施されています。ここも軟質パーツ。ここにジョイントがあります。 これで完成です。次はこのパーツ。もう見たままですね。ロボットの時に頭部と胸部になります。これロボモードの時に後でじっくりお見せしますけど、ご覧ください。この頭部めちゃくちゃかっこいいですね。で、このバイザーを下げて、そしてこの首の根元が、このように稼働します。これが宇宙衝撃用の時の頭部ですね。ちらっとお見せします。こんな感じです。 で、バイザーを下ろすとここにジョイントがあります。さっき竜の頭で展開したこのジョイントをここにくっつけます。これはロボットの時の下半身ですね。で、これをここのジョイントを使って取り付けます。このジョイントを使って合体させます。おお、この時点で結構でかい。 これはこうですねそして最後にこのパーツこれが結構単体ででかいんですよねこの両脇のウィングを展開して凹凸ジョイントがありますこれをこのままくっつけます完成 宇宙船モードです。おぉ、かっこいい。っていうかこれでかっ。こんなです。さっきこんな風に撮ってみたんですけど、すごいボリュームがありますよね。この状態でギミックがいくつかあって、まずこの背面にローラーがあります。なので、このように殺走行ができます。この宇宙船で船の形っていうのが憎いですよね。 さながら宇宙戦艦ヤマトみたいな感じです。あ、そうそうそう。そしてこのドラゴンの頭部。これがなんか一見ミスマッチなんだけど、やっぱりヒーローロボット玩ングのこのビークルモード、まあビークルモードというか、うん、この宇宙戦に合ってます。そして追加戦士のトレードカラーのオレンジが、こう綺麗ですよね。造形も手が当たって痛くない程度にシャープで、塗り分けも細かいし、見栄えもいいです。それから、 ここがちょっと面白い稼働するんですよ。こう。で、あとこっちか。で、こっちに稼働させると頭部に干渉しちゃうんですよね。こっちの向きでもこっちの向きでもくっつくんで、さっきとは逆にくっつけます。で、こうすると、これを折りたたむと、ちょうどいい感じに密着するんですよね。僕はこれも好きですね。こちら側に取り付ければ、前にアームが、 稼働します。それからこの部分が左右で稼働します。ご覧ください。1号、2号、3号、4号、5号、そして6号。ついに前期が集結です。<laughs> もうこれだけで感無量です。ちょっとわかりづらいんですが、もうこれのでかさが十分よくわかるかと思います。この太陽戦撃を追って、この輸送台トラックがこんな風に変形して、ロケット発射台になりましたよね。 で、この時に人工衛星メカが丸々余っちゃってましたよね。で、今回の天性戦撃用の、こことここにジョイントがあります。ご覧ください。ここにくっつきます。さあ、それではお待ちかねの天性戦撃用への変形です。ま、あこれは一度ばらして再び合体させるという組み替え変形となります。早速行きましょう。超変形天性戦撃用 まずは下半身から、このパーツの、これを取り外します。これをまずくっつけて、そしてここを引っ張ります。そしてこれを左右に分離させて、さらに、ご覧ください。もう一段階伸びます。で、つま先を起こします。次はこのパーツ。 頭部を起こして、このアームなんですけども、これをこっちにします。で、こうです。で、これに関しては説明書に書いてないんですけど、余ってしまうよりは背中にくっついてた方がいいですよね。で、このドラゴンのヘッドパーツは、縦紙をこっちに稼働させます。そして合体ジョイントを戻します。胸部にくっつけます。角を折りたたみます。 で、この下半身と合体させます。このパーツが取れます。で、これをここにセットします。そしてこれを2つに割ります。こっち側だけ。合体ジョイントをスライドさせます。これを合体させて、 最後は、バイザーを上に上げれば、完成転生戦撃王ですいやー、たまんないですね。ちょっと各部じっくり見ていきましょう。まずは何と言ってもこの頭部がかっこいいですよね。なんていうか、戦隊ロボにも見えるんだけど、こう、勇者シリーズとか、 エルドランシリーズのようなかっこよさがあります。上半身のアップです。ボリュームがありますよね。各部にはクリアパーツが使われています。この転生戦撃王の可動範囲の部分っていうのはもうこの腕しかないんですけども、ここに腕のディティールがあります。下半身も背広がりになっていて、ボリュームがあっていいですね。この煽った角度から見てもたまりません。 二号ロボの請級戦撃用とはまた違った武骨さがあります。背面から見るとこんな感じです。表から見たときは目立たなかった追加戦士のトレードカラーのオレンジが多用されています。あ、あとは可動範囲もう一つあった。ここですね。この変形の恩恵で、このクリックにより頭部が回転するんですけど、このクリックとクリックの間ぐらいをうまくこう、こんな風にしてあげると、頭部のアングルを変えることができます。 うん。手に持った時のバランスもすごくいいです。最後はこの3ショットです。1号ロボの太陽戦撃王。2号ロボの請求戦撃王。そして今回の天生戦撃王。ついに3体が勢揃いです。昭和の古き良きあのかっこよさがあります。このかっこよさって言葉が不要なんですよね。だから何が嬉しいって中国でもこれがかっこいいっていう人がいるっていうことですよね。 ちょっと1,2,3で並べてみましょう。うん、やっぱこう、戦隊のような、勇者のような、エルドランのような。うん、本当に、なんて言うのかなぁ。うまく言えないんだけど、本当に壺に来ます。さあ、そしてそして、次回の動画ではついに、太陽戦撃王、星求戦撃王、そして天生戦撃王、全部が合体して、この宇宙衝撃をこれになります。超グレート合体ですね。次のレビューも、ぜひ見てください。 というわけで今回のスペースディレイター豪華版天性戦撃用のレビューいかがだったでしょうか僕はこれをどこで購入したかというと今まで同様中国のオークションサイトタオバオで購入しました購入価格は送料も込みで約7000円です、まあ、送料も込みでこの品質を考えると、まあ、相場価格なんじゃないかなと思いますまあねこのレビューを見てあ僕も欲しいなと思う人結構いると思うんですよね入手方法がちょっと大変です 国内ではたまに Amazon やヤフーオークションなんかでも出品しています。あとはおもちゃ系のイベントでこのスペースディレイターの戦撃を結構見かけるという報告を Twitter なんかで見ました。気になった方、ぜひゲットしてみてください。いつも動画へのコメントや高評価など、本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、今回のレビューが気に入った方、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それでは、次回の6体合体。 宇宙送撃用のレビューでお会いいたしましょう。小田原でした。サイチェン